SCP-513。アイテム番号 SCP-513。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-513 は気候が調整された部屋に防音仕様の1立方メートルのゼラチンのブロックに入れ、天井から吊り下げてください。毎日、ゼラチンが変質、欠損されていないか確認します。地震、爆発、2級以上のイオンが発生したらすぐに緊急点検を実施してください。SCP-513 の部屋の中では点検員は常に耳栓を付けノイズキャンセラーを起動して点検してください。ゼラチンブロックが故障、割れる、裂ける、割れる、溶ける、腐る、した場合、手術を施し聴覚をなくした D クラスにより、すぐに取り替え、大体のブロックに入れて吊るします。作業中、その他職員は部屋に入室してはいけません。SCP-513 を聞いた場合、少なくとも2人以上の警備員で常に監視してください。どのような状況であっても絶対に被爆者に鎮静剤を投与してはならず、また意識を失わせてはなりません。意識不明になった者は直ちに収容します。D クラスは精神障害の初期兆候が見られた時点で収容します。その他被爆者は申し出があれば収容します。もし可能であれば、SCP-513-1 を発見した際に捕獲します。説明、SCP-513 は一般的なカウベルの見た目をしています。大部分が腐食しているため模様や刻印は判別できません。薬品や機械を使用しても錆は落ちませんでした。SCP-513 はサイトにおいて再収容手続きメルの実行中にエージェントにより発見されました。SCP-513 の下はダクトテープでしっかりと固定されていました。SCP-513 は1枚の紙切れと共に発見されています。ホイ参照。どのようなものであれ SCP-513 が出す音を聞いた全ての知性を持つ生命体は、それまでの精神状態に関わらず即座に強い不安感を覚えます。被験者は見えない何かの視線を感じると報告しており、同時に心拍数と血圧が上昇します。音を聞いておよそ1時間後、扉を開く、鏡の前を通り過ぎる、振り返る、あるいはその他の急激に視覚情報の変わる行動を起こすと、被験者には SCP-513-1 の姿が見え始めます。報告によると SCP-513-1 は見つかると背を向け跡形もなく消え去ります。付近の人物に対する尋問により、SCP-513-1 は SCP-513 の音を聞いていない人物には見えないことが示されています。SCP-513-1 の姿は14:237起きに目撃されます。この、尾行、行動は必ず睡眠妨害へと繋がり、被験者は自らの住居内においても SCP-513-1 の存在に頻繁に悩まされます。被験者は SCP-513-1 が出現する前に睡眠をとることができた場合、物理的に襲われます。被験者が目覚めると SCP-513-1 は通常通り姿を消します。実験記録513参照。SCP-513-1 による睡眠妨害のストレスはパラノイア、気象が激しくなる、過覚醒、うつなどを引き起こします。一件を除いたすべての実験において被験者は自殺しました。SCP-513-1 の見た目に関する報告は信頼できません。被験者は精神的な疲労とか覚醒による混乱で正常に視覚を保てません。しかし、SCP-513-1 が非常に大きな手と背の高さをした痩せ気味の人型であることがすべての尋問において示されています。ホイサイトから回収されたメモ。君は金を見た。今、彼は君に耳を澄ませることができる。君は金に触れた。今、彼は君を見つめることができる。決して鳴らしてはいけない。金の音を聞いてしまったら、彼は君に触れることができるのだ。